にちは、西戸明子です。明子ズブッククラブ、3月は大久保寛司さんのあり方で生きるをみんなで読んできました。学びは日常にあふれているから、自分が気がついてキャッチできるかどうかなんだ。じゃあそのアンテナはどうやって磨けばいいのと話は移っていきます。アンテナ磨けばっていうと、今度ね、どうやったら磨けるんですかとかさ、どうやってアンテナ磨くんですかって、それはその布を持ってきてですね、油をつけてこう磨いたらどうですかって思わず言いたくなっちゃうんだけど、そんなの考えてくださいと、自分で。最近なんか読んだ仏教の本に、どうすればできますかって聞くのは、実はやり方を聞いたらできると思っている思い上がった気持ちがあるからだって書いてあって、ほーって思いました。なるほどな。確かにね、どうやったらそうなれるんですか、どうやったらって、よくまたね、僕も質問受けるんですよ、でそれに対しては、まあもっともね、質問する人によって答えは全然変わるんだけど、いや申し訳ないけど、それ話してもあなたやるようにはなりませんよっていうケースもあるし。ああ、そうおっしゃるのかと思った。そういうふうに言う時もあるし、わかりませんっていうケースもあるし、例外的にはこうしたらどうですかっていうケースもあるんですよ、だから本当にワンパターンじゃなくて、そうですね、だから同じ質問でも質問する人によって答えって千変万化しちゃうんですよ、僕の場合はね、だから人前出ると上がっちゃうんです、緊張しちゃうんですっていう実際にあった話で、まあ、初対面の人20人ぐらい前に、今日どうでしたか、ちょっと一言感想って言った時に、もう立ち上がっただけで緊張しちゃって、肩に力が入っちゃって、人前で喋るのは得意じゃないんですかと、はい、ダメですって。それで、肩に力が入ってるんですかねって言ったら、はい、なんか力んでますって言うから、それじゃあもうちょっと肩に力を入れてみてくださいって言ってこう入れるじゃない、もうちょっと入りませんかって言ったらもう入らんわけよ、それ以上、ふわってなるじゃない、どうぞって言って、それからその会社でその人 MC までできるようになったんです。それ以降人前で上がらなくなりました。すごい、たったこれだけで。じゃあそれが万人に通用するかって、そうじゃないわけ、そうですね、たまたまその人にはそれで通じただけであって、で時々緊張する、一番多い答えはね、足が震えてるんです震えたまま話したらいいよって止めようとするから余計震えるんでさ、そういう時もあるし、時々こういう人いるじゃない、たくさんの人前で喋る時緊張しない方法はね、人と思わないで芋と思えて、思えるかと、芋じゃないだろうと、ああいうガイダンスは僕あんまりね、私から見るといまいちでね。そうですね。ただね、よく言うのは、人はあなたが思うとあなたなんで、じゃあ真剣に聞いてないよと結婚式のスピーチ聞いてごらんと、誰も覚えてないでしょと、そんなもんよと、簡単に言うと、人はね、人の話聞かないで、人は話がしたいのそこを分かってたら緊張しなくて済むじゃん、そうですね、ね、まあ誰もが自意識過剰っていうことですね。明子ズブッククラブ、4月は小川糸さんのライオンのおやつをみんなで読んでいきます。無料のオンラインブッククラブです。ぜひあなたもご参加ください。このチャンネルでは、いろんな方へのインタビュー、そして自分らしく生きていくためのヒントをお届けしています。チャンネル登録もお待ちしています。西戸明子でした。